オーバーンはアメリカ海軍の揚陸指揮官第二次世界大戦で活躍した1943年8月14日ノースカロライナ州ウィルミントンのノースカロライナ造船者にてアメリカ海事委員会の契約の下でキャシーという官名で寄港されるジュリア・ランシー氏に命名されて同年10月19日に浸水し1944年1月31日に 海軍に移管される。ニュージャージー州方防県のベスレヘム造船にて、揚陸指揮官に改装され、オーバーンと改名された。7月20日、方防県にて、ラルフ・オーセン・メイヤーズ大佐指揮下で収益した。チェサピーク湾での完熟訓練を完了した後、8月17日に、バージニア州ノーフォーク海軍基地を離れて、太平洋を目指した。23日に、 パナマ運河を抜け、9月6日に、真珠湾に到着した。その3日後、オーバーンは、太平洋艦隊、第二水陸両用軍機関に指定される。29日に、ドック入りし、装備の追加や、若干の補修を受けた。11月中旬、オーバーンは、火山列島侵攻に向けて、マウイ島沖で一連の演習を実施する。1945年1月27日に、 ハワイを去り、エニウェトク干渉、サイパン島を経由して2月初旬にテニアン島に着く。同島では、伊シ島進行の最終リハーサルを行う。19日、伊シ島に海兵隊員が上陸を開始。作戦中、第二水陸両用軍に所属する数百隻の艦船の行動を調整、指揮した。3月27日まで沖合に泊まり、その日に真珠湾に帰島。 乗組員は休暇を与えられた。5月15日にハワイを出撃して31日に沖縄に到着。第5水陸両用部隊機関となり沖縄での死闘を指揮した。本艦もたびたび日本軍の航空攻撃を受けたが幸運にも損傷を逃れることができた。6月22日頃に沖縄の日本軍を指揮する牛島三陸,陸軍中将らが自決。 本館は7月1日に真珠湾への帰路に着いた。オーバーンは大戦中の戦考により2個の従軍政省を授与された。真珠湾に到着するとすぐに貫禄入りして補修を受けた。補修中に日本が降伏。8月15日から4日後にハワイを出てフィリピンへの航海を始める。約1ヶ月の停泊後、9月14日にマニラを出港。 エニウェト区間省、沖縄のバックナーベイに寄港してから9月20日に、長崎県佐世保に怒りを下ろした。3日後長崎へと出港。長崎では、船舶、陸上艦の通信の確立や、占領軍の設備の準備などに、重要な役割を果たした。9月25日に、和歌山に到着し、大阪、京都といった、大都市の占領軍を支援した。10月上旬に、 横浜へと移動。12日に占領任務を終えて日本海域を離れ帰国の途に着いた。21日に新珠湾に到着して数日滞在。31日にサンフランシスコ湾に入ったが11月5日に再びハワイへと進路を取る。14日にハワイに到着して軍人の乗客を乗せて出発。29日にパナマ運河を抜け。 12月7日にノーフォークに入港して乗客を下ろした。到着から3日後、大西洋艦隊訓練司令部機関に指定される。1947年1月まで機関を務め、その後大西洋予備艦隊に編入された。ノーフォーク海軍造船所で不活性化処分を受け、5月7日に退役。1960年7月1日に海軍のリストから名前が削除され、 同年11月に処分のために開示委員会に移管される。1961年に売却され、スクラップ処分となった。ありがとうございます。